はい、こんにちは。税理士川南の YouTube です。この動画は自営業向け、個人事業向けの内容になっています。ビジネスをすると必要となる経費、経理の基礎、税金確定申告についての情報をなるべくわかりやすく、税理士が解説している動画です。これを見て、経理や確定申告の基礎を身につけて、次のレベルアップへの土台になったらと思ってコツコツと配信をしています。まあ、コメントや感想、取り上げてほしいテーマがありましたら、YouTube 動画の下のコメント欄、メッセージいただければと思います。じゃあ今日の動画はですね、減価償却費について説明したいと思います。これは皆さん、今ね、確定申告の時期ですので、頭を皆さん減価償却費悩ませているのではないかなということで、説明することにしました。これがね、経費の中でもね、多くの方が頭を悩ませるのが減価償却費です。まずね、減価償却費っていうのはどういうものかっていうのを、段階的にちょっと何かが動画を分けて、ステップ1、ステップ2、ステップ3というように、レベルを少しずつ上げていきたいと思います。最初今日はステップ1になりますので、本当にざっくりと減価償却費っていう考え方の基本ですね、こういうふうに考えると多少分かりやすくなるよっていうことを説明したいと思います。まず減価償却費というのがどういうものなのかと言いますと、有名なのはあれですね、どういうものが該当するか、建物、車ですね、あとパソコン買ったとか。じゃあこの買った購入額によって、その減価償却するかしないかっていうのが分かれてくるんですけど、いくらになるかっていうと、原則ですね、これ例外がなんかあるので、ちょっとそこまで詳しく説明してると話が進まなくなります。原則ですね、これは原則を覚えて、10万円以上です。10万円以上のものを買ったら、ビジネスに必要なものとしてね、10万以上のものを買ったら原則として、減価償却費が必要になりますよっていうことです。じゃあどうやって考えればいいかというと、減価償却費ですね、ちょっと一番分かりやすい車で例えたいと思います。このように、ビジネスの、お店を開けて、毎日開けて閉めて開けて閉めてっていうふうにこう継続していくと思うんですけど、こう木がね、1基2基3基っていうか分かれてると思いますよね。例えばここに、ここで車を買ったとしますね。分かりやすいようにこれが1台、300万円で買ったと。で、車を1台300万円買ったって言って、この年の経費に300万全額ドンと上げてしまうと、この売上に対してこの年は300万円の経費がこう入ることになりますので、すごく利益が小さくなるか、赤字になったりするわけですね。でも車ってよくよく考えたら、この1年だけで使って、はい次買い替えましょうっていうふうにならないですよね。皆さん車って何年か使ったりとか、来年も使うし、その次も使うしってなるんです。毎年ね、新車買い替えるみたいな話はちょっと置いといていただいて、普通一般的に考えたら、車というものは何年か乗ると思うんです。なので、その何年乗るかっていうのが、こう国税庁って目安というか、この耐用年数っていうんですけど、専門用語でいくとね、耐用年数が決まっています。だ、車で言いますと普通車ですね、普通車は6年、軽の方ですね、軽乗ってる方は4年というふうに決まっています。ですので、この300万円かと、これ普通車だとしますね、普通車だったら6年かけて乗るから、6年かけて経費に上げてくださいねっていうことです。そうすると 300÷6 なので、毎年50万円ずつ経費に上げていってくださいねというのが、減価償却費の本当にベースの、本当基本の基本の考え方になります。で、これは耐用年数っていうのは、それぞれのものに対して決まっていて、パソコンだったら4年、パソコン4年ですね、エアコンだったら何年とか、建物だったら何年とか、現場とかで、ショベルカーとか持ってる方何年っていうふうに、全てのものが一応基本的に耐用年数が載っております。これは、国税庁のホームページで耐用年数っていうふうによると詳しく出てくると思います。ちょっとね、見方が難しいコツがあるんですけど、一度見ていただければと思います。はい、でいうふうに全て決まっているというふうなことで、この300万円で買った車は6年かけて、普通車の場合50万円ずつ50万円ずつ経費に上げていくよというのが、減価償却費の本当にざっくりとした基本的な考え方になります。次の動画でもう少し次のステップ、計算方法とか、その例外の方法も紹介できたらいいなと思ってます。今日はこれで、これだけの動画、減価償却費についての説明になります。じゃあありがとうございました。また何か質問ある方はぜひコメント欄、感想もいただけると喜びますので、よろしくお願いします。で、個別のね、質問がある方、たまに個別にメールアドレスとかで送ってくださる方がいるんですけど、ちょっとね、返信することができませんので、ぜひ、そういう質問したい方、個別の相談を受けたい方は、どこに住んでても定額で、
完全非公開制の、秘密のグループというので、Facebook の非公開グループでオンラインサロンというものを運営していますので、ぜひそちらの方に入会していただければと思います。その詳しい情報は、YouTube の下の説明のところにリンクを貼ってありますので、そちらからぜひちょっと探していただいて、どういう内容なのかなとか、どういうサロンされているのかなっていうのを覗いてみていただけると嬉しいです。じゃあ今日はここまでになります。次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。